ケーニヒスベルク条約は、北方戦争中の1656年1月7日、1月17日に締結された条約。条約により、ブランデンブルク選定校を呼び、プロイセン校、フリードリヒビルヘルムは、プロイセン公国とエルムラントにおける、スウェーデンの風神になり、スウェーデン側で参戦することを余儀なくされた。同年2月24日には同じくケーニヒスベルクで、 フランスとの防衛同盟が締結された。1655年、スウェーデンのポーランドリトアニア戦役が急速に進展したため、ブランデンブルク戦抵抗、フリードリヒビルヘルムは、治療のプロイセン公国の情勢を恐れた。当時、プロイセン公国は、ポーランドの報道だった。ブランデンブルクで、軍勢1万4000を保有していた。 フリードリヒビルヘルムは軍をプロイセンに進めて11月12日のリンスク条約で王領プルシの貴族と防衛同盟を結んだ。王領プルシの貴族はプルシ議会が召集した兵士600と徴兵の3000から4000を維持していた。王領プルシではさらに正規軍と傭兵合計3600人が駐留していた。一方、スウェーデンウーカール10世は ポーランドのほぼ全土を占領、ポーランド親二世カジミエュを追放した。10月、カール十世は占領していたクラクフから北上して、王領プルシを屈服させて、スウェーデンの権にさせようとした。12月までに王領プルシのほぼ全土がスウェーデンに占領され、ダンツヒとマリエンブルクのみがまだ抵抗していた。ソーンとエルビングは、リンスク条約での同盟に参加せず、 すでに11月にスウェーデンに降伏していた。カール十世は続いて投身して、プロイセン公国に進軍、ブランデンブルクプロイセン軍は撤退した。ブランデンブルクプロイセン軍の元帥、ゲオルク・フリードリ・ヒホンバルデック伯爵は、フリードリ・ヒビルヘルムにスウェーデン軍を迎撃するよう求めたが、フリードリ・ヒビルヘルムは抵抗しないことを選び、1月にスウェーデンが出した条件を飲んだ。 スウェーデンの報道となったプロイセン公国とエルムラントプロイセンスウェーデン間の条約によりフリードリヒビルヘルムはカール10世からプロイセン公国を報道として受け取り兵隊を教室した。またブランデンブルク選定公領はスウェーデンの許可なしにバルト海で海軍を維持できないとされた。フリードリヒビルヘルムはその代償としてエルムラントを受け取った。また条約の 第17条ではルター派に属したカール・十世がカルバン派に属したフリードリヒビル・ヘルムにプロイセンにおけるルター派の信仰の自由を認めさせた。プロイセンとフランスの間の条約では両国の防衛同盟を定めた。条約は2月24日に起草され、4月12日にパリでフランス王類14世に批准され、10月24日に ケーニヒスベルクでフリードリヒビルヘルムに批准された。ケーニヒスベルク条約の後、スウェーデンの戦況が悪化するとともに6月25日にマリエンブルク条約が締結され、ブランデンブルクプロイセンはスウェーデンの同盟国に昇格した。ブランデンブルクプロイセンの君主フリードリヒビルヘルムとスウェーデン王カール10世、カール十世の風神のままだったフリードリヒビルヘルムは参戦。 スウェーデンとブランデンブルクの連合軍は7月のワルシャワの戦いでポーランド軍を撃破した。ケーリヒスベルク条約以前にはフリードリヒビルヘルムはポーランド王や二世カジミエシュの風神だったが、ヤン二世はタタールがスウェーデン人を朝食のように平らげた後、自身がフリードリヒビルヘルムを火も月も昇らないところで逮捕すると宣言した。8月、ヤン二世はヴィンツェンティ、 ボルビン・ゴシェフスキに、プロイセンに侵攻させ、フリードリ・ヒビルヘルムの裏切りに懲罰を与えた。ゴシェフスキが10月に撃退されるまで、13兆250、村が放火され、この出来事は20世紀までの現地の民話で、言い伝えられた。数カ国に宣戦線布告されたカール10世は1656年1月に、フリードリ・ヒビルヘルムとラビアウ条約を締結、フリードリ・ヒビルヘルムが、 エルムラントを放棄して戦争への取り組みを強化する代償としてプロイセン公国がスウェーデンの報道ではなくなった。その後のベーラウ条約とブロンベルク条約ではフリードリヒビルヘルムがポーランド側に倉替えしたためアンニ世がフリードリヒビルヘルムのプロイセンにおける主権を確認した。ありがとうございます。